朝日が昇る。皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。うるま市政施行15周年市政功労者表彰式典、本市の発展に大きく貢献。うるま市は平成17年4月1日、2市2町の合併により誕生し、今年15周年の節目を迎えました。この節目の年に、市政施行15周年市政功労者表彰式典が、11月13日、うるま市民芸術劇場響きホールにて行われ、これまで本市に多大な功績のあった44名と1団体が市政功労者として表彰されました。式典では市政功労者に市長職務代理者上間副市長から表彰状と記念品が贈られました。受賞者を代表して江ノ川誠二さん特別功労元うるま市副市長は表彰をいただき誠にありがとうございます。私たち受賞者も微力ではございますが、これからもうるま市発展のため応援していきたいと思っておりますと挨拶を述べました。市政功労者として次の方々が表彰されました。継承は省略いたします。特別功労江ノ川誠二、あざ豊原、エイモン忠光、カツレン変な、自治功労井森幸子、カツレン変な、中村雅人、あざ多葉、金城勝政、あざ具志川、松田久雄、石川、下城勝、カツレン変な、宮里長生、あざ木中、高S賢治、あざ S、 長堂正規、与那城やけな、大城誠一、あざあげな、小峰栄、石川あけぼの、知念玄雄、かつれんはえばる、金城善陽、あざたば、久保田正信、与那城やけな、江ノ川誠達、あざキャン、金城正光、緑町、島袋安子、あざ太田、宮国秀夫、那覇市金城、伝統心うるま、うるま市、闘牛戦士ワイド、うるま市、教育功労豊永栄子、与那城宮城、知念正雄、緑町、本村正和、緑町、社会功労湯の上敦子、あざ具志川、上原静子、緑町、慰霊玲子、与那城西原、あだにやつや子、与那城偏座、荒垣きみ子、あざえのび、上津すみ子、緑町、多葉ふさ子、与那城テルマ、山城和子、あざ宮里、ズケランひろこ、あざ平川、金本てる子、
あざ赤道、石川晴美、石川、高良康政、石川明けぼの、森藤則夫、与那城、上城達則、与那城焼けな、荒垣健三、石川東女、遠目雄心、あざ豊原、高安正勝、あざ多羽、矢引美代、あざ多羽、矢引美代、あざ多羽、うるま市食生活改善推進協議会、文化スポーツ、座間味正光、あざ宮里、比嘉典子、あざ具志川。詳しくは広報うるま12月号2ページと3ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続き、ゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。